皆様方にお願いをしておきます。多いと思います。席はできるだけ詰め合わせお座りください。お願いいたします。
御三昧のお願いをしておきます。席はできるだけお詰め合わせください。お願いいたします。なお携帯電話も持ち込みます。電源はからんとお切りになるかマナーモードにして御三昧に扱ってください。お願いいたします。本日は戸松作品の前田万葉師匠様が大阪大師匠に着座されることをお祝いし、皆さんとご一緒に感謝のミサを捧げたいと思います。司祭団の入道です。今日は正面玄関からです。皆様お立ちください。中央ストロームを向いてお迎えいたしましょう。Thank you.
然を止めよ、見出しの時に呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでください。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると、主は言われる。天が地を高く越えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。神の国。交渉詩編、聖書と天理をお持ちの方は賛成です。
お立ちください。ハレルヤ。主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時、イエスが弟子たちにこの例えを語られた。天の国は次のように例えられる。ある家の主人が、ぶどう園で働く労働者を雇うために、夜明けに出かけていった。主人は、一日につき一デナリオの約束で、労働者をぶどう園に、また9時ごろ行ってみると何もしないで広場に立っている人々がいたので、あなたたちもブドウ園に行きなさい、ふさわしい賃金を払ってやろうと言った。それでその人たちが出かけていった。主人は12時ごろと3時ごろにまた出て行き、同じようにした。5時ごろにも行ってみると、他の人々が立っていたので、なぜ何もしないで一日中ここに立っているのかと尋ねると、彼らは誰も雇ってくれないのですと言った。主人は彼らに、あなたたちもブドウ園に行きなさいと言った。夕方になってブドウ園の主人は監督に、労働者たちを呼んで最後に来た者から始めて最初に来た者まで順に賃金を払ってやりなさいと言った。そこで5時ごろに雇われた人たちが来て1デナリオンずつ受け取った。最初に雇われた人たちが来てもっと多くもらえるだろうと思っていた。しかし彼らも1デナリオンずつであった。それで受け取ると主人に不平を言った。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにすると。主人はその一人に答えた。友よ、あなたに不当なことはしていない。あなたは私と一でないものの約束をしたではないか。自分の分を受け取って帰りなさい。私はこの最後のものにもあなたと同じように支払ってやりたい。自分のものを自分のしたいようにしてはいけないか。それとも私の気前の良さを妬むのか。このように後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。キリストに賛美。キリストに賛美。
座ってください。この場は、退任の挨拶を行った説教ということで、少し長くなるかもしれませんけれども、お時間の過ごしを挨拶も兼ねさせていただきます。まずは大阪へ、広島からへ、竹の春、それが今の心境であります。最初は大阪に、広島からや、祈る夏でした。つまり教皇フランシスコは、あなたを大阪大司教府の大司教に任命いたしましたという手紙を、これはもちろん英語ですけれども、少し英語の分かるようになりましたので、どうして愚痴ばかり出てまいりました。宗教の公式訪問献身式がすぐありましたけれども、心の中では本当に大変、もうすぐ手紙を書きなさいということ、どのように手紙を書こうか、でもあまりにもいろいろ考えると口ばかりだから、やはりもう祈るしかない、祈ることの大切さというのをまた本当に感じさせられました。そうすると、お言葉ですから見下ろしてみましょう、お言葉ですから見下ろしてみましょう、この言葉がやはり身に染みて感じ、そしてやはりもう自分の、私自身を叱ってしまう、もうそのくらい強い言葉になってしまっていることに気づき、果たしてこの御言葉が私を苦しめているのか、私を縛りつけているのか、そのようなだんだん祈りに近くなってまいりまして、ついに御言葉ですから見下ろしてみましょうと、祈りのうちに拝受いたしますと、お頭を書いてしまいました。でそれからだんだんとこの下五の句が竹の春に変わった、竹の春に変わってきた、自分の心境というものも幸いにして、変わってきました。最初は確かに、なんで広島からや、広島にどんなにお世話になったか、た3年なのに、そしてまた10年間の目標も立て、そして3年1年とこの段階的にチャレンジ、目標もはっきりして、そして照明の促進とか青少年育成とか乙女陶芸準教者のエッセイとか、そういうのテーマ、目標、それを今から始めるのにという、そういう愚痴とも言えるものがだんだんと、ね、これはちょうど春の山の竹のように、この見えるところは確かに
弱々しく、ある程度の血の中で竹の子を作り、そして根を張り巡らして、これからも広島教育の一つのこの大切な3年間だったんだと、そしておそらくこの竹の子を、あるいはこの歯ブラシた根が、張り巡らした根が青々と、これから先の秋の竹のように強くたくましく、そして山を照らすかのように明かししていく広島教区になるんだ、そういうことなんだと思えるようになりました。大阪からなったのも、最初なんで私は大阪にということでしたけれども、もうそれこそこれも春の竹と同じように20年あの阪神淡路大震災から申請計画を立てて大阪大使局は、その長かったけれども20年間のこの山の竹の土の中の根や竹の子のように20年間ずっと大阪教区はこれをしたためてきた。そして今からこの歯を合うと力強く大阪教区で日本で証しをしていく新生の教会、新生大阪、本当にキリストの復活に生きる大阪教区、そして本当にこの新生計画で歌っていた弱い立場、助けを必要としている人たちの立場に立って生きていく、復活のキリストに生きていく、そういう証が今から必要としているんだ、まあ、そこに使わされるんだ、そういうふうに思えるようになりました。ですから今度は大阪へ広島からや竹の春ということができたわけであります。本当に最初は申し訳ない、すみませんという気持ち、これは広島に対しても大阪に対してもそういう気持ちが先になって、人からおめでとうと言われても、何か不満と言いますか、自分で納得がいかない、でも本当に相手は一生懸命おめでとうございますと言ってくれて、そして温かく送り出そうとしてくれてる、大阪も本当に思った以上にこの歓迎的に受け入れてくれようとしている、そこがだんだん上がってくると、申し訳ないけれど本当にありがとう、ありがとう、そしてよろしくお願いします、つまり本当にすみません、でもありがとうございます。よろしくお願いします。このような心境になってまいりました。そしていつもそうですけれども、最初手紙を見せられた時もそうでしたけれども、ちょうどこの教会の典礼御言葉で、本当にその場その場に合わせて感じたというものは、本当にこう、助けてくれると言いますか、語りかけてくれる、力づけてくれると思います。最初手紙を読んだその日曜日はまさにソロモンの知恵とかですね、そういう箇所でした。本当に大切なものは何なのか、自分がそのソロモンにとれば王としての財力とかお金とか権
力とかそういったことじゃなくて、民の本当にこう正しい裁きができるような、民の幸せのために必要な知恵を私にください。ソロモンの知恵の箇所でした。我が輩に我が輩にソロモンの知恵に乗るなつと、この時読みましたけれども、今日も武道園で働く人たちの賃金ですね、そして考えることを思うことは天のように高い、人間の思いをはるかに超えている、そういう箇所、本当に人間的に考えるのは、なんで私のようなものをとか、なんで今さら3年しか経たない広島から大阪なのかと、そういう思いが私たち人間にはありますけれども、神様にはこういう私たちの人間を超えた、人間の思いを超えた計画がきっとあるんだ、だからそれだけの力を、それを乗り越えるだけの導きを、精霊を与えてくださるはずなんだ、このように考えることができるようになるこの御言葉です。そして労働者の賃金だって、そうですね、いろいろつぶやいたり愚痴ったりする必要はない、神様はちゃんと大切なものを誰にでも準備している、この人に必要なものを、この人に合ったものを準備しているわけであります。ですから後先も後先も報いも神に天高しと読みました。後先の後になる、先のものが後になり、後のものが先になる、この後も先も神様が決める、後先も報いも、その人に合った報いも、後先も報いも神に任せて、神様に任せて、そして天高し、本当に祈るような、これからの秋空、天が高いように、神様の思いは高い、神様の思いが高い、そういう祈りの心で私たちは生きていかなければならないんだ。たとえどのようなことがあろうとも、ちょうど土曜日でしたかね、私は司教官で毎朝神様方と食事をしながら、花子と会うという NHK の連続ドラマを見るんですけれども、土曜日は戦争が終わって、そしていろんな人がいろんな体験をして、いろんな苦しみをしたけれども、花子がテレビじゃなくてラジオを出演してですね、戻ってきて最後に言ったことが、いろいろそれぞれ苦しいことがあったけれども、勇気を持って先に進めば、必ず先には一番いいものがある、一番いいものがある、その先には必ず一番いいものがある、そういう言葉で結びましたけれども、私たちもそういうこの広島教育にも必ず勇気を持って、計画したことを進んで努力していけば、必ず先に一番いいものがある、必ず100周年の時には必ずそれだけの祈りがある、そのように信じて力を合わせて広島教育の証を立てていってほしいと思います。大阪教育もそのようになることを信じて、大阪教育に行ってそれなりの努力をしていきたいと思います。お互いの思いのうちに、本当に後先の報いも神に手を高しお言葉ですから、お許ししてみましょう。どうぞよろしくお願いします。そのように結んで、この大変な挨拶と説教をかけたお話を長くなりましたけれども、終わりたい。
結んだその断固結婚の幸せを祈りながら、そを捧げたいと思います。お立ちください。天地の創造主、天の王を支配する神を信じます。私たちの神を信じる神を信じます。それは全然に一人であり、とても何かであり、東京の方のもとで苦しみを受け、十字架に捨てられて死に終わらない人に向かい、一般に知られたら暮らす天地の王を全日本の父である神の国に学びつつ、聖者と支配を図るために来られます。聖霊の神、聖霊の国民の教会、聖徒の亡くなり、罪の歴史、体を復活、聖霊の神の国を進みます。共同祈願をいたしましょう。慈しみ深い神に感謝して祈りましょう。父なる神様、前田師匠様との出会いを通して数々の気づきをいただきました。感謝いたします。今広島教区を離れられるのは残念で寂しくてなりません。どうかこの離別が大阪大師教区にとっても、広島教区にとっても、世界のカトリック教会にとっても大いなる恵みであることを悟らせてください。そして道しるべを失った子供らが迷うことなく主への道を歩むことができますようお導きください。
どうか健康にはくれぐれもご留意され、主の御旨のままにご活躍され、大阪教区ひいては日本の教会の発展に大きく寄与されることを信じております。感謝と祈りのうちにありがとうございました。天の父よ、あなたはすべての人を永遠の命へと招いておられます。私たちがキリストに従い、日々の生活や行動を通して、あなたの愛を明かしすることができますように、私たちの主、イエス・キリストによって。アーメン。ただいまに奉納が行われます。共に奉納をお捧げしましょう。お立ちください。主は皆さんと共に、私たちと共に。
心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を伝えましょう。聖と父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは、まことに尊い大切な務め。主キリストは過ぎ越しの神秘によって偉大な技を成し遂げられ、私たちを罪と死の首輝から栄光にお召しになりました。私たちは今選ばれた部族、神に仕え神聖な民族、あがなわれた国民と呼ばれ、闇から光へ移してくださったあなたの力を世界に告げ知らせます。神の意向をあがめ、権能を敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの意向を終わりなく褒め歌います。感謝の歌。食事の終わりに同じように杯を取り、感謝を捧げ、弟子に与えて仰せになりました。皆これを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。
活動記念を行い、ここであらかに奉仕できることを感謝し、命のパンと水の杯を捧げます。キリストの御体とお持ちに共に預かる私たちが聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、私たちを今日フランシスコ、私たちを死去を飛ばす先に進まれた前にも、すべての教育者をはじめ全教会を愛の完成に導いてください。世界に広がるあなたの教会を思い起こし、また復活の希望を持って眠りついた私たちの兄弟と全ての死者を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。なお私たちは我に神の母乙女マリアと子をはじめ全ての時代の聖人と共に永遠の命に預かせてください。この子をイエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたに
平和の賛美。聖体拝礼です。前の月の方から順次聖体拝礼です。後ろの方は後ろの方へ神父様を参ります。聖火隊の方に向けてお待ちください。拝礼の方Thank you.
広島501モノ1087トヨタのプレビオです。ちょっと車が移動してほしいのですが、どなたかいらっしゃいますか。広島501モノ1087トヨタのプレビアです。移動よろしくお願いいたします。
一言聖霊の名前で、アーメン。神よ、あなたは聖母マリアのうちに示されたあなたの慈しみを伝えるため、この御像を飾り、またこの御像に祈る私たちを祝福してください。御像を祝福してください。聖母マリアの姿を仰いで、この尊い生涯に抗うことができますように。マリアを通して道に迷う人には導き、病人には癒し、苦しむ人には慰め、失望している人には希望、悲しむ人には喜びが与えられるということに、私たちの主イエス・キリストによって。雨の記事だけを一節だけ歌いましょう。よろしくお願いします。全能の